よろしくお願いします。よろしくお願いします。結構内容結構詰めたんですね。詰めてるところだけを。服部さんでしたよね。僕ちょっとやり取りしたんですけど、やばいぐらい優秀だからグイグイ来るんで。ちょっと悪いですね。面接して、で、じゃあ採用で、あ、じゃあ取りましょうかって来たんで。マジですか？俺人見知りなんだけど、と思いました。最初はもともとカメラマンとかいなかったんで、僕一人で現場行って、お客さんから営業に電話あって、俺のとこ社長、またこんなこと現場で撮っとったから、もう解約だとか、営業言われたんですよ。企業でやると、多い気がします。なんか、言いますよね。とりあえず作った、とりあえず投稿した、あ、忘れてた、投稿した。聞きますよ。こういう人間です。回していいですか？回していいですか？私はあんまり社長おるんですか？あ、向こうにおります。あ、今来ました。来た来た。あ、こんにちは。よろしくお願いします。ちょっともう回ってます。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。どうしたんですか？これは誕生日です。36ですか？ちょっと白髪交じりだから。ね、まあまあ、よう笑うな、お前。いや、昨日、高校生に43歳って言われたんですよ。あ、そうですか。いやいや、なんか、白髪のせいじゃないですか。カメラ、意識するなんて言ってもおかしいですけど、あんまり意識しんでる。あ、わかりました。一応撮っとるみたいな。こちらが、まあ、入り口なんで。こちらにお二人お座りいただいて。ありがとうございます。こういう形なんですね。あ、こういう形ですか？もう早速行きます。あ、どういう感じで行こうかなと思いまして。なんか、お茶飲みたいですね。なんか俺語っとるやつなんか見たけど、あれ勝負でしたっけ？俺は1分に収めてます。17分喋ってる。なんか結構熱語っとるやつありましたよね。そうです。あ、なんかいい、なんかもう別にダメなやつはダメなんだみたいな。そう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 、ありますよね。そう、なんであれ結構でも内容結構詰めたんですね。詰めてるところだけを出して。脳にはなんか結構入っとるんで。あ、なんか動画でなんか10分ぐらいわーって結構撮影は多分それぐらいするんですけど、じゃあいつもこの10分撮ったものの中から、そうです、細切れにしてちょっとまとめて美味しいとこだけっていう状態。あー、それ結構大変ですね。いや、でもそれこそマインド動画っていう形になるんで、竹内の、あの、思ってることだけを切り取って、それを1分に凝縮、1個にするわけですね。もうどんどん別々で1分1分1分って取っていくわけじゃなくて。そうです。あ、これ勉強になるからここ使いたいぐらい。これ食べませんけど、どっちもいいよ。いいっすか？あ、とりあえず映像が横になるから別に、なんか編集的にこう回転させないと。なんかこうやって座るとまた緊張します。カメラ意識するなんて言ってもおかしいですけど、あんまり意識しんでる。あ、わかりました。タイプの説明なんかあんまり YouTube ないからない。なんかね、緊張しますよね。緊張しますよね。こんな田舎の方ですよ。で、SNS はもう、じゃあ彼女が服部さんでしたよね。僕ちょっとやり取りしたんですけど、やばいぐらい優秀だから、彼女はね、奥さんか、いろんな方面からね、すごいすごい反響が出てたし、もう社長に本当に何も言わないかなとかみたいな感じだったし、なんか普通大体物おじするじゃないですか、ちょっと、あ、ちょっと、別に YouTube にもあんなキャラの、全然物おじしてない、いやいや、こうなんで、こうしたいんで、で、ぬかさんどうなんですかみたいな、いや、あの、いいですよ、失礼なものの、あれの物おじじゃないんで、あの、そんなに隠さなくても、本当にゴリゴリなんで大丈夫。どういう知り合いかなんですか？求人ですか？求人です。求人でこんなん来ます？いや、俺求人は本当に信用してないけど、求人でこんなん来るんですか？ここ来ます？うん、ここ来るんですよ。携帯の社長写真貼ってますか？あ、そうなんです、いっぱい。どういうファンじゃないですか、社長のこと。あの、なんかブランディングの一環で。あ、そういうことですか。なんかビックリマンみたいな。あ、そうです、ビックリマン長の会社全体でキャラクターにしてるんですね。そう、会社全体で好きじゃないけど好きな雰囲気だそうで。それぐらい、好き雰囲気の雰囲気作るの。で、結構でもみんな自立したスタッフなんですか、皆さん。なんかすごい自立してるんですか？現場と内勤で、あの、感覚はまるっと違います。現場にいる、まあ、うちでいう職人とか職長とかって言われる子たちっていうのは、僕が仮に一線を退くというか、はい、なんかこう、じゃ誰か責任者を本場に置いて、はい、なんかこう、ね、引くような状態になったら、はい、もう、あの、無謀の衆みたいになっちゃいます。
ピヨピヨしちゃいます社長現場出られるんですか。そうです、今現場から帰ってきたんで。あ、マジですか。まあ自分で受けた以上回さなきゃしょうがないんで、まあ、そういう感じでやってたんですよ、ね。あ、でも顔はやっぱ出したいみたいな。うん、まあ出したいというかね、まあそういうのはありますね。結構僕は早めに現場出たんで。ああ、そうで、僕もね、理想はそっちなんですよ。なんか僕はなんか本当に多分 YouTube が一番向いてるんですよ。なんかもう性格が一つのことを やって、はい、ちょっと上手にできるようになると、もう飽きてくるんですよ。飽きそうなんですよ、ね、すごいわかります。だけど、今でも現場、だって、まあ、電でも回っていくって言ったら回っていくわけですね、まあ、ちょっと、はい、まあ、数値的にはある程度。なんで僕の理想は、今おっしゃったような、はい、基本的に全部のそのプレイヤーではなくなることは理想だと思って、はい、経営者としては、僕はまだ全然ダメだと思って、組織作りが今できてないんで、はい、自分が先頭に立ってるんで、はいはい、ダメなんですよ、はい、だからそれができてないんで、やってる方を見ると、まあ、今もそうですけど、すごいなと思います。今もやれてないですけど、もう無理やり勝手に出るって知らないって言ってくれるんですけど僕らはビビるんだから、それやって数字落ちることをビビるんですよ。ああ、うちは落ちますね、まあ、ぶっちゃけ、まあ、これ俺らは失礼なんですけど、うん、だけど見てると数字意識が低いっていうか。そうです、僕らってやっぱ、うん、吐く石破ってとか、うん、涙流しながらでも、ね、なんとかずっと考えてるじゃないですか、うん、でそういうのってやっぱ会社員ってないじゃないですか。まあ、これあんまり言うとちょっとへこむかもしれないですけど、うん、牽引力を持った人っていうのが現れてくれないと、あと推進力、はい、その2つを兼ね備えた人が出てきてくれないと、多分渡すのはいいんですよ、はい、最悪数字が落ちるのはいいんですよ、はい、でも殿のつまりどうなるかっていうと、じゃあボーナス減るよとか、あ、業績が落ちるってそういうことになってくるので、まあ、経営者のお給料を減らすのは最悪いいにしても、はい、そこでしのぎきれなければ、はい、福利厚生がなくなるとか、はい、ボーナスがなくなるとか、はい、なるわけですよ、はい、でもやっぱうちの人間っていうのはやってくれるだろうって勝手に思ってるんで、やりますよ、こっちも生活かかってるし、まあ、養わなきゃいけないんで、まあ、そうですね、ただそれがあの永遠に続くと思ってるんで、続かねえよ、こっちも人間だよ、まあ、そうですね、うん、もういろんなことやり始めるとやっぱりエネルギーも減ってくるし、まあ、単純な話なんですけど、はい、50度熱を与えたら50返してほしくなっちゃう人なんですよ。はい、50の熱で1返ってきたから、あ、こいつで1度も返してくれたからと思えないんですよ、はい、なんか同じ熱量を求めてしまうので、はい、でもそれは言い方を変えるとエゴでしかないんですよ。あ、こちら側の、うん、はい、だから勉強したくないっていうところに塾に行かせると思うんで、はい、ああ、なるほど、まあ、で親からしたらその子のためになるんだって言ってても、はい、その子がじゃあ野球やりたいって言ってるのに、はい、塾を行かせて将来のためだって押し付けても、うん、それが正解か不正解かってわかるんですよね。そう、だからもう伸び伸びやりなって、はい、だからそこに自分がじゃあ子供が塾やりたいって言って塾行かして、その塾の勉強に今度親がのめり込みすぎるのは違うじゃないですか。あ、子供以上熱持っちゃうのも、まあでもそうですね。そう、だからうちの子たちでも将来の夢だとか何か語るんですけど、はい、いい意味で聞き流すようにしてます。それを真に受けてこっちがのめり込み出すと、はい、あの温度差が生まれた時に、はい、イラッとしちゃったりするんですよ。あ、そうですね、そう、そうですけどね。そうなんで夢だとかそういうものを語ってるのは、はい、なるべく聞き流すようにしてます。あ、僕もなんかもう40ないなって、まあ、みんな言ってるんですけど、もう直属の部下はもう絶対いらんって言ってますけど、もう、ね、まあ、もう俺人を育てるの疲れたって。僕もそっちの言ってることがすごい分かるいや、それなんか共感したんですよ。俺なんかそれこそインスタで見たのかなって特に見たのかなSNS やったきっかけって。あ、はいはいはい、僕が最初それこそ求人だったんですよ、はい、でまあ有名な求人媒体とか結構出してたんですよ、はい、100万以上とか、はいはい、で、まあ、どうやっても来ないんですよ、はい、でその時に求人媒体を見た人、業者からはバンバン来たんですよ、はい、こんなやります、ね、ああありますね。でその時に軒並みプレゼンされたのが動画だったんですよ。会社の PV 作りませんかと、紹介動画作りませんかと、はい、で就職者はまあ、賃金福利厚生はさることだから、どんな仕事内容でどんなスタッフとどんな仕事やるんだろうっていうのが気になってるんです、はい、っていうのを言われたんです。はあと思ったんですけど、条件を聞いてるとやっぱ百何十万かけてデータだけ納品されて、求人が来ようが可能かろうが当然お金も発生して、まあそうですね、で1ヶ月目で仮に5人来てその後いいだねってなっても同じお金だと、ああそうですね、で来なくても同じお金だと、はい、なんちゅう多様性のないもの、はい、でそうした時にじゃあそれ動画が需要があるのは分かったんですよ、はい、ってことはもうちょっといろんな多様性を持ったことをしたいなって思った時に SNS だったんです。おでただただってみんな言うんですけど、はい、
まあまあ、アカウント自体はあるじゃないですか、はい、でも根本的にただでまともにできるものは僕ないと思ってるんですよ、はいはい、なんでじゃあ誰がやるってなるんですよ、はいはい、ではちょこちょこそんなことやるってなって、はい、今以上仕事いっぱいいっぱいだったんで、はい、人雇うかってなると、はい、その時点でただじゃないですけど、はい、で募集かけた時に彼女だけ僕面接しなかったんですよ、いや逆にあの経理が面接して、はい、で他の子は僕面接したの、はい、で違うな違うな違うなと思って、あそれも SNS 担当で募集かけた、そうです、で彼女の時だけ僕がタイミング合わなくて経理が、はい、あの面接して、はい、この子いいよって言われて、はい、あじゃあ一回会ってみようかって来た時に、はい、グリグリくるんでちょっと悪口みたいな、えっグリグリくるんですかって、初めましてだよねマジですかグリグリくるんですよ、はい、面接して、で、じゃあ採用で、あ、じゃあ取りましょうかって来たんで、マジですか、俺人見知りなんだけどと思って知らぞーと思ってめちゃくちゃ知ってるこの子と思ったら見ていたんですよ、いろんな SNS を勉強で、うん、で、はい、あ、よく見たことあるやつだと思ったのをやりましょうって言われて、はい、心の準備でこれじゃないですか、あ、なるほどなるほど、あ、なるほど、そうですね、うわ、俺今日抱かれるんだと思っていきなりとか思って、マジですか、なんかそれ、なんかやられてたんですか、 SNS 運用からか、ただその一発目はどうにもやっぱ進めていかない限りは進んでいかないと思って、はい、せっかくお会いしたし採用もらったからそのまま一本取っていきましょうって言って、マジっすか、事務所内で一本総合に出てきて、売上は何本ですか、従業員いかがですか、どうですか、福利厚生何がありますかって全部答えて、当時音楽に合わせてこうやって指さすのが流行ってたんですよ、ああ、ありましたね、あれを見てって初めてやらされるんです、うん、初めて会った人に、はい、しんどー走りましたよねと思って、すごいな、でも面接採用決まってその日に言おうと思ったきっかけってなんだろう、結構あの教えてくださいって下請けさんにお話いただいて教えるっていうか、まあ、ある程度こういう感じでやっていくといいですよみたいなお話させてもらうんですけど、みんなやっぱり恥ずかしがるんですよ、はい、恥ずかしがってたら SNS 続かないですよって、とりあえず撮りましょうって言って、はい、みんな声かけて、はい、お会いしたその日に1本目撮らせてもらっていやあんまり繋がってないですよいや、そのパワーがすごいくらいですか、すごいです、だって、あ、最悪決まって、だって給料も発生してないわけじゃないですか、うん、だからもうそこじゃないですね、本当にもう仕事にプライドっていうか、あ、そうですね、でちゃんと自分でやったものが具現化して、うん、数値化されるのに喜びを感じてる、はあ、これは優秀だな、だってその時にすごいと思ったのが、まあ、当然出勤するしないは自由だったんですけど、はい、まあ、今は正規雇用ですけど、当時パートだったんで、はい、で、まあ、一応雇用契約書内に毎日投稿お願いねっていう話したんですよ、はい、で SNS でっていう括りにしたら、はい、インスタのストーリーだとか TikTok の投稿だとかって頻度が高いってことはそんだけ素材を取ってるわけじゃないですか、はい、その素材もこちらが送るよりも取る確率が 90 何パーなんですよ、自分で取るの、ああなるほど、あこっちが用意して送る場合もあるし、そうです、でその取ってあげての頻度と品質とってやってた時の行動力は、はい、すごいなと、いやすごいです、僕はちなみに SNS 勉強会でいつも言ってるのは、はい、経営者が SNS でやっぱ絡まないと無理って言ってるんですよ、だけど結構まあ社長出てるけど企画考えたりそれやっぱ圧があるじゃないですか、僕だってちょっと動画撮ろうぜとかじゃあもういいって恥ずかしがられるとか言うじゃないですか、ね、だけどじだからスタッフじゃ言えないじゃないですか、同じこと言いますからマジですか、なので彼女のね、あのちゃんと自己顕示欲と承認欲求と満たされるものがマッチしてるんですよ、僕リピート再生してるちゃんと自己顕示欲と承認欲求と満たされるものがマッチしてるんですよ、SNS とそれがマッチしてるんですよ、塗り替え道具さんは毎回台本があるんですか、いやもう台本もほとんどなくて、まあ大体僕もなんか現場、もともとはもう現場行って、はい、なんかねみたいな感じで社長が突撃か、まあ最初はもともと編集も何もいなかった、あのそのカメラマンとかいなかった、だから僕一人で現場行って、まあで現場で出す顔出すいい機会になるから、現場行ってなんかねえの、まあ、どうしよう何もねえの、最近あいつなんか
こうらしいですよって、ね、そして喋れとか、なんかあのいでたちのブランディングはもうじゃあご自身で考えたんですか。そうですね、なんか全然伸びてなくて、最初はなんか本当僕はなんかまあそれこそお客さんが欲しくてやっぱり始めたんで、はいはい、結構社員紹介とか真面目に撮ってたんで、全然伸びなくて、でなんか現場かなんかでちょっと撮ったのがなんか伸びて、やっぱ職人みたいなこれと思って、じゃあ職人に喜んでもらうようなものを作ろうから始まって、いきなりじゃあお客さんが見てくれてなくてもいいやって、職人さんが喜んでくれりゃいいやみたいなので始めて、であれもう全然伸びてないから、あの格好で最初に行くときはすっごい緊張しましたけどね。あの格好で突撃するのってなかなか、なかなか基本的にきついですね。右手と右足両方一緒に出ましたからね、最初。でお客さんにこれで今日撮影させてくださいって言いからか思うなって言って。これ案内伸びるし、お客さんも、なんかこれも数字の世界ですよね。だって本当に1万2万の時に撮ってるものって、お客さんから営業に電話あって、俺のとこ社長、またこんなこと現場で撮ってたの、どうなっても解約だとか営業言われたんですよ。それ僕気になったんですけど、はい、最初 YouTube とかあったけど、社員からのリアクションとかと内容とかやっぱそうなんですか。はい、だって社員6人おるうちに5人辞めてましたから。えそれが嫌ですか。それ、まあ、それだけじゃないですけど、やっぱ社長は働いてない、遊んでる、なんかワリアーなんてやってる。会社全体としてはもう SNS の理解もあるし、まあ今も全然ありますね。本当にもう多分5万人ぐらいだったら、お客さんもひっくり返ります、うん、もうわけわからんことやればやるほど、本当にとも社長ってすごいよね。出したくないこと出してるから、すごい。それが信用できるから、いつもお願いしたんだよとか。じゃあもうちゃんと顧客とも繋がってます。繋がってます。もう今なんか本当見てるな、お客さん。見てますね。逆に SNS で会社にどういうメリットとかってありますか。僕らの場合さっき言ったのね、元求人だったんですけど、はい、意外と外注さんが仕事くださいって来たりとか、あ、うん、教育業者みたいな、それ完全副産物なんですけど、はい、であそうなんだと思った時に、今度、まあ、単純な知名度が現場単位でものすごく上がったんですよ、はい、あなるほど、はいはい、まあ、仮に僕だとダンベアを呼んだりした時に、はい、大体僕が現場にいた時に運転手が知ってるんですよ、はい、ああみたいな、そう、まあ、そういう現場単位での人気とかものすごい上がって、はい、で今僕らと完全反響型営業で DM をこう工務店さんに送るんですよ、はい、でお問い合わせあったとこだけ行くんですよ、はい、で最近になるともうあフォローしてますとか、で、まあ、この前私が行けなくて営業に代わりに行かしたら、あ社長さんに会いたかったな、いつも見てるんですよって言われましたとか、あなんでこのビジネスのやりやすさが上がりましたね、はい、あどうやられてるんですか、はい、まあ、さっきと同じきっかけなんでしたとか、はい、こうでこうでって言って、まあ、さっき言ったみたいに、はい、やりたいんだけど、はい、っていう人がいたりとか、あ、まあ、やりたいんだけどの相談を確認してもらっていいですか。僕じゃあ来ます。やりたいんですよねって言って、なかなかやれなくてって言って、はい、聞くんですよ、はい、どなたがやるんですかって言ったら、はい、出たがる人もいなくて、あじゃあもうこの話聞きたくないとか気温大国あってな、そうですか、まだ俺に相談してる話じゃないでしょうもうちょっと固めすぎてよみたいな、ふんわりしすぎじゃねえとか思いながら、でも本当やりやすさは広がりましたね。一回あったのが、まあ、取引先のハウスメーカーさんに、はい、ちょっと服部さん半日借りてもいいどうぞって言ったら、はい、事務所に来て、はい、まあ自己集会みたいな、ええー、SNS の、そうです、そうです。この前はうちの協力会社の子が同じような自前のスタッフで雇って、はい、ここに服部さん教えてって来たりとか、はい、あマジっすか。そうなんだけど今度の講習会でじゃあお前講師やればだらしないしやりませんって一緒に来てくわくれるんですか。来て一番前に座ってこうやって撮ってくれるんですか。SNS の講習会だからオペレーター君だよね。なんで来てはいはい、まあ、でも僕もそうですけど、やっぱり YouTube やったらなんか本当に僕なんか変な講演に行ってくださいとか、わけのほうがいや僕それ大丈夫ですかみたいな、じゃあ俺みたいなやつか、あやっぱそういう話が来るんですね。来るですね。でもできるだけ僕はそういうの勉強になるやと思って、あなんかわけわかんないとこ行って、なんか揉まれて、でもちょっとやべえと思ったらちょっと頑張って予習復習するじゃないですか、はいはいはい、だからそういうところにはまあできるだけ行こうと思ってるんで、その今日明日までもないないないですとして成長がやっぱ、はいはいはい、
あんま SNS のやられてる人は結構断られる人多いみたいで、そうなんですね、はい、なのでなんかやっぱ SNS 桜下さんもそうやって言ってましたよね。何なのかな、だからあんまりビジネスっていうよりはなんか本当に単純に趣味だけでやってる人も多いのかな。あ、でも企業でやると自己満アカウントは多い気がします。なんか言いますよね、会社だけしてはっきり言いますね。俺今よりちゃんと言ったんですけど、それは俺言いづらかったからちょっとオブラートに包んで言ったんですけど、結構言っちゃったよそうですよね、うん、とりあえず作った、とりあえず投稿した、あ忘れてた投稿したっていうような、はい、はい、だから何を目指して何に指したいのか全く分からない。あ、分かります分かります。編集が偏るわけでもなく、はい、いろんなことバラエティすぎて、はい、で素材もなんか自慢話みたいな、瞑想アカウント多いじゃないですか。はい、だからはっきり言いますよ大丈夫ですかそういう人間です。ちょっと SNS 勉強会ちょっと参加していただくんですけど、もしよかったらちょっと皆さんに、はい、まあ、SNS のアドバイス、まあ、2分3分程度で、はい、そうですね、まあ、SNS に関して、まあ、私が思うのは自分のことを見つめ直すことができるツールでもあったんです。俯瞰ではなかなか感じることができない、はい、それをカメラを通してだとか編集を通して自分が被写体になったものを自分で見返した時に、はい、こういう風に映ってるんだとか、はい、例えばもう顔の手入れじゃないですけど、そういう部分から、はい、あこういうふうに映るんだったらちょっとこうしなきゃなとか、はい、で副産物副作用っていうのは非常に多くあるものだっていうのも可能性が非常に大きいなと思ったんですよ、はい、だから実際に採用とかビジネスだけじゃなく、うん、社内的っていうか個人的とか、そうです、で人を見るときにも、はい、特徴を捉えるようになってきて、はい、あ動画をやることで、そうです、なのでうち社員とかがたまに出るんですけど、キャラとして立つか立たないかっていうのをまた見るようになってきたんですよ。ああなるほどなるほど、だから自分自身がのことも見れるし、はい、相手を見るときに、あこのキャラだったらこうやっていじったら面白いんだよ、はい、とかいうことも考えれるようになったんで、はい、柔軟性を持つことができたんですよね。ああ、うん、もうじゃあ自分のマインドも上がったみたいなと考え方とか視野もそうだし、そう、はい、ありがとうございます。今日、まあ、1時間ぐらいたっぷり、はい、喋っていただきました。出ます。この先もうネタがないかもしれない。今度9月でしたっけ？9月なのか、はい、9月なのか、大阪会場で、はい、あの SNS 勉強会来ていただきますので、ぜひよろしくお願いします。このチームのプレー感を生で見てください。せーの、また見てねー。ありがとうございます。喋りもうまいから楽だ。社長。ミラノ。ダメ。それが隣に YouTube で超有名な方いらっしゃるんですね。さっきから汗が止まらない。